こんにちは、ミルキーなおです。今日は2024年3月8日ということで、ハッピーバースデートゥーミー、私の51歳のお誕生日当日でございます。なんでそんな運動終わりみたいな格好をしてるのって思われるかもしれませんが、運動終わりだからです。実はですね、今日は3月8日お誕生日当日なんですけれども、特に予定はなく、お昼に普通にお仕事をして、平日だしね、夕方ちょっと時間が空いたので、時間が空いたらカーブスでしょうということでカーブス行ってきたんですが、すごいですね、カーブス。なんか行ったらコーチたちから、なおさんお誕生日おめでとうございますって言って、いやすごい情報が回ってるとか思って、でも嬉しかったし、ありがとうございます。後からバースデーカードがありますから、なんかカードとかもらえるんだ、嬉しいなって思ってたら、なんかもう想像と全然違って、もうちょっとあんまりこうね、近くでは見せられませんが、はい、じゃん、いやーコーチたちのねお写真と、なんかそれぞれがね私に対してメッセージを書いてくれたの、超嬉しい。もちろんね、コーチの皆さんはお仕事でね、皆さんにされてるんでしょうけど、なんかね嬉しいじゃないですか。もう壁に貼ろうと思います。はい、ということで今日はお誕生日ということで、ちょっと今年のもう目標というか、これ頑張るぞみたいなことをなんかいろいろ考えてようかなと思ってたんですけれども、去年というか50歳の時に生まれて初めて6月にね、運転免許証原付ですけど取りまして、なんかそれっぽい何かちょっと新しい目標を立てようかな、なんか資格取ろうかな、勉強しようかなと思ってて、いろいろそれも準備してたんですが、でも今日カーブスのコーチたちから嬉しい嬉しいバースデーカードいただいたので、今年こそ体作りもうね、ずっとダイエットダイエットとか言っときながら、なかなかね、本当なかなかねうまいこと言ってませんけれども、ちょっとカーブスはこうやってね、コーチの可愛らしいお姉ちゃんたちが、なおさん頑張りましょうっていう風に言ってくれて、なんかモチベーションもアップできるので、なんとか通えてます。忙しい時はもう週に1回とか10日に1回とか月に2、3回とかなんですけれども、目標を週に2回で頑張ろうかなと思ってます。あと実はうちにあるいろんなダイエット器具とか、今までご紹介したやつも時々使ってるんですよ。ただ毎日っていうのがどうしても仕切らない、できないですが、トランポリンのやつも今こう飛ぶだけじゃなくて、トランポリンの上でこうランニング的なものをやったりとかしていますので、使ってます。時々ちゃんとしてます。あとはもう夜中に食べないことですね、本当に。はい、にゃんにゃんにゃん、もう代謝も落ちてるのでね、もう本当夜は炭水化物はもうなしで、もう なんなら夜ご飯全部抜くぐらいがちょうどいいかもしれないです。もうそんな寝るだけだしね。はい、なのでちょっと今年こそはちゃんともう体作り、ただなんか見た目がどうこうではなくて、本当に本当に歩けなくなったりとかするのが怖いので、本当にちゃんと運動して体作りをやろうと思います。でこの YouTube の宇宙ミルキー化計画のチャンネルでは、もうダイエット系のやつはやりませんって言ってるんですけれども、その理由っていうのがね、なんかねちょっと珍しい既得の方がちょっとこう体の線が出るやつで運動したらどうですかとかいうコメントをくださったりとか、嫌だもうそのコメントを見るのもちょっと嫌だとかいうのがあって避けてたんですけれどもね、なんかそういうのもね、若い女の子にするなら言うなら、まだしも 50過ぎのおばちゃんのお腹を見てってどうしたっていう感じなので、ちょっと嫌だなと思って運動系もやりませんって言っていましたが、そんなコメントしてくるのは一部の方だけで、で実際リアルのお友達とかから、もうなおちゃんがダイエット頑張ってる姿見て一緒に頑張る
から動画でやったらいいのにとか言ってくれて、そうなんですよね。もともとは私ダイエットやってる動画を流そうと思ったのは、もう同年代で頑張っている我らおばちゃんたち今もうプルンって言ったけど、我らおばちゃんたちのもうちょっと一緒に頑張ろうという希望になれたらいいなと思っていたので、ちょっと考えます。で、新しく仕入れた運動器具とかもあるので、実はちょっと紹介したい気持ちもあるんですよ。なので考えます。今後ね、はい。ということで、まあ、今年というか51歳の YouTube はちょっとダイエットも本当にちゃんとやろう、ダイエットちゃんとやろうっていうのと、まあ、うちの可愛い、はい、小次郎くんとか見えます、くるみちゃんとかのことだったり、あといろんなね面白い商品食品とか便利グッズとか買ったらご紹介とか、また時々は雑談とか、あとライアーハープとかカリンバもちゃんとやってますので、それで素敵な、どうした曲が弾けたりとかしたらまたアップしていきたいなと思います。で、結構休んでる時はにいろいろメッセージをいただくことがありまして、もう本当にありがとうございます。もうこんなね、本当に普通の福岡でなんとなく頑張ってるおばちゃんのYouTube なんですけれども、本当にいろんな方がコメントくださったり応援してくださったりありがたいので、なるべくですね皆さんがハッピーになれるようなものを、もう本当大したことはできませんけれども、なんかバンバンイケてる YouTuber さんみたいに企画がとかいうのはもう全然できませんが、なんかちょっと面白いものを紹介したりとか細々とやっていけたらいいかなと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。もうこういうのやってほしいとかいうのを募集も何回かしたことがあるんですけれども、だいたい実現不可能なこと皆さん言うじゃないですか。なんかこう水着で踊ってくださいとか、もう無理って、それは、なのでもう募集とかはしないです。なので私が思いついて、ちょっとこれをちょっと動画で残しとこうかなとかいうのがあったらまたやろうと思います。あと私の直の友達とかには割と好評なんですけれども、全体の再生数は全然いかない朗読とか私が好きな本の紹介とかなんかもちょこちょこ今後もねやっていきたいと思いますので、ただ本当私の直のお友達の意見と再生数全然あれなので、誰が見てるんだろうって思ったりすることもありますが、はい、もうね今年に入って私の友人もそうですけれども、著名人の方の悲しいお知らせもたくさん飛び込んできて、今日だってあの鳥山明先生が亡くなったとかいうニュースもあって、もう私とか世代ドストライクなんですよ。ドクタースランプあられちゃんからドラゴンボール、あとゲームで言うとねクロノトリガーとかあとドラクエとかもそうですし、もう本当世代ドストライクで本当にお世話になった漫画家の先生が亡くなったということで、まあ、悲しいニュースもたくさんありますが、まあ、そんな中でも元気にね運動しながら栄養もバランスがいい食事を心がけながら健康に過ごしていきたいと思います。またそんな感じで動画を撮っていきたいと思いますので、今後とも51歳の私ミルキーもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日は51歳当日ハッピーバースデートゥーミーという動画でした。ありがとうございました。バイバイ。